これはカウンセラーの人もぜひ自分の傾向を考えてほしいし、クライアントカウンセリング受けたい人も実は自分は人の話聞くときどれが強くあるので、皆さんぜひ自分はどうかという視点でぜひ見てください。さあ、私たちが人の相談に乗るとき、プロのカウンセラーはもちろんのこと、素人カウンセラーでもカウンセラーじゃないっていう人でも誰かの相談に乗ってます。人の相談に乗ってるときに必ずこの9つのどれか、もしくはコンビネーションのどれかやって、まず一つ目は課題思考。何か問題があったらこの問題自体に意識を向ける。そのとき大きくは、なんでこんな問題起きちゃうんだろう、原因に意識向くタイプと、この問題を通して、症状を通して何が得たいんだろう、目的や解決に意識向く人がいます。例えば鬱だとしたら、なんで鬱になっちゃったんだろう、なんで不眠症になっちゃったんだろう、なんで出社拒否になっちゃったんだろう、なんで不登校になっちゃったんだろう、ついね、なんでそうなんだろうねっていう人は一番。もしくはそのうつを通してどうしたいんだろう、うつを通して旦那の気を引きたいのか、うつを通してもうちょっと見てほしいのか、うつを通してこれ無理だって言いたいのか、ね、出社拒否をすることで本当はどうしたいのか、不登校をすることでどうしたいのか、まあ、どうしたいのかとまで言わなくても、何がなかったとしたら不登校しないだろうね。あんまり2番の人普通いないので、だいたい1番はみんなほとんど心当たりありますよね。なんでこうなっちゃうんだろう。2番の人は、まあ、相当トレーニング受けてないと普通あんまり聞かない質問。さあ、1番2番どっちかの傾向ないでしょうか。その次、人物思考。これどういうことかというと、まあ、なんか問題があるとして、まあ、その人はクライアントだろうが部下でも子供でもいいです、ちょっと悩んでてとか言ったら、さっきは悩んでる問題に悩みに意識が向いてたのに対して、人に意識が向くのが3番4番です。つまり、この人がどんな人だから悩んでるのかなって人に意識向く人。例えば、気が弱い人じゃないかとか、傷つきやすい人じゃないか、落ち込みやすい人じゃないか、ちょっとね、カッとなりやすい人じゃないかとか、気にしすぎな人じゃない。いや、あなた気にしすぎじゃないのみたいな言い方しちゃうのはそういう人ですよね。3番。それに対して、本人の世界からどう見えてるんだろう。これちょうどね、さっきお話しした、アドラーの主観主義ですね。本人の目から世界はどう見えてるんだろう。さっきお話したアブの話です。何か問題が、例えば体中でアブが飛んでるんですとしたら、ああ、なんか幻覚型、統合失調症って、レッテルを貼るのが3番だとしたら、そりゃ大変ですねって一緒にアブを探してあげる。例えば天井にスパイが隠れてて自分は追われてるんですって言ったとしたら、やっぱこれ幻覚型統合失調症なんだけど、そっか、それは大変ですね、一緒に探しましょうって、脚立持ってきて天井の奥を見ながら、どこにいるんですかねって一緒に探す。これのいいところは、相手以上に相手の筋に寄り添ってあげると、本人が分かってくれた、聞いてもらった感じがして、一方で、それ以上それをやり通しづらいんです。これ実際、私の師匠の一人で、まあ、直接学んだので、NLP っていうののリチャード・バンドラーっていう人がいて、まあ、これ分かんなくていいんですよ。その人の事例なんですけど、アメリカで、私はイエス・キリストの生まれ変わりだって言うんですね。いや、そんなことないよって、いやいや、私はイエス・キリストの生まれ変わり。で、この人物思考の3番、主観的、相手の話に乗っ取るパターンで言うと、あ、イエス・キリストなんですね。ちょっと測らせてくださいって言って、手と高さの、長さをね、測ってきて、1週間後に彼にぴったりなサイズな十字架を用意してきて、あなたはイエス・キリストでしたよね、確か。そしたら、どうなるかご存知ですよねって言った瞬間、いやー、俺はイエスじゃないって言い出したんですね。まあ、要は、貼り付けにされるっていうのがイエスの運命なんで、相手以上に相手の筋に乗っかっちゃうと、相手がそれをやれなくなっちゃう。で、これは、なるべく本人よりも本人以上に本人の世界に入っていく。で、大事なのはこっちが、本当に信じてるかどうかよりも一旦本人の筋で言ってあげるっていうのがこの主観主義です。こんな風に、こっちから見てあの人こうだよねって判断評価分析するのが3番だとして、本人の世界からどういう風に世界が見えてるからこんな風に悩んじゃうんだよね。例えば、旦那さんがお金持ちで割と優しくて仕事も真面目で酒タバコも口もやらなくて浮気もしなくて、でも、家柄もすごく良くて子供もすくすくなんだけど、本人の中では窮屈で、このもう拘束されたようなのが辛くて自分らしくないって言ったら、ふざけんじゃねえよ。
何贅沢言ってんだよとこう言いたくなるんだけど、本人からするとすごいそれが窮屈だったりする。これが4番目っていうのは、あ、本人の目から、ね、旗から見たらね、贅沢なんだけど、本人から見たらこれ何が辛いんだろうねっていうふうに、相手の目線に立とうとするのが4番。まあこの人はただね、ちっちゃい頃からわがままに育っちゃったから、こうね、贅沢なお嬢さんで何かしら文句つけてる人間だっていうのが3番。さあ、今度は関係性。関係性っていうのは、この問題が生じているのは、周りの人や物事との関係から起こっている。まず5番は、人以外すべてです。例えば、なんか裕福な学区エリアで、まあ、ちょっとね、貧乏なエリアからこうしてきたら、まあ、みんなが持ってるような、任天堂スイッチ持ってないとか、なんかね、スマホ持ってないとか、こういう環境の中で、みんなから、お前持ってねえの、お前みたいに言われて、なんか学校が行くの辛くなっちゃって、もう僕嫌だと。まあ、これは、なんかいろいろ治療しても、やっぱりお前持ってねえじゃんみたいな、こう、その環境の中でやっぱちょっときつかったりしますよね。もしくは給食費払えないとかも。これはどっちかと心理療法というよりはソーシャルワーカーの仕事だったりします。つまり環境のせいでそうなっちゃってる。それに対して、その関係性が関係以外の人ですね。先ほどお話をした、誰に向けてその症状を作ってるか、相手役。先ほどお話しした、下着を泥棒する中学生の子が、実は下着には一切興味なくって、下着を盗むとお母さんが傷つく。だからやってる。つまり誰に向けてやってるかです。なんとなく5番、6番、イメージついた人いますか？まあ、これね、ショートで受けた人はわかると思うんですけど、この7番。やっぱりいいカウンセリングは、感情ですね。もう感情をどれだけ出し切れたか、リリースできたか、発散できたか。まあ、もっと言えば、いっぱい泣けたかです。今までずっと泣けずにこらえて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 、やっと言えました。やっと言えました。もうずっと言えなかったの。どれだけ泣けたか。クライアントも泣き、カウンセラーも泣き、いっぱい泣けたね。なので、泣くように泣くように、感情が、特にね、ネガティブな感情を増幅するようになります。場合によって泣くだけじゃなくてね、その時言えなかった怒りを、お父さんに出して怒りを出し切ってみましょうみたいな感じで怒りを出し切るとか。まあ要は、ウェッティーですね。感情的になればなるほどいいセッションになるっていうケースもあります。特に今まで押し殺してたものが、要はね、頭でね、これ言ってもしょうがないし、何も解決できないし、過去変えられないし、もう私ね、勉強頑張って、仕事頑張って、成果出して、上司に認められ、会社に認められ、もうやることやって結果出して、金稼いで、人生切り開くしかないし、だから言ってもしょうがないです、別にこんな話。もう意味ないです。で、理屈ではそうなんだけど、それが、本当のお父さんに愛してほしかったんですよ。みたいな感じで、今まで言えなかった。しょうがなかった。ではなく、一回ロジックを脇に置いて感情に入る。なんとなくイメージ少しと。そして、8番目が、ただ話を聞く。感情を助長するわけでもなく、本当に無とか空になって、何々があったんですよ。何々があったんですね。そして何々されたんですよ。何々されたんですね。そしてこんな風に感じて、なるほど、そう感じて、そしてこう思ったんです。そう思ったんですね。そして、どっちにも解決にも導かない。感情を出させようともしない。ただただ寄り添った相手と共にいながら、一番必要なプロセスが出てくると。まあ、こういうのがいいという心理療法もあります。そして、9番目がカウンセラーの理論見方で見てしまう。これ少なからずいっぱいいて、まあ、例えば、子供の時、親に愛されなかったから、こういう症状出てるんだっていう理論に基づいてる人がいたら、子供の時お父さんお母さんに愛されなかった体験ないですかとか言ったら、割とないですね。みんな愛されてたんですよ。って、ですよね。でも、あえて言えば思い出してください。子供の時、買ってほしいおもちゃ、買ってもらわなかったことないですか？食べたいケーキ、食べれなかったことないですか？こんな風にカウンセラーが意図的にそれを探すように誘導していくと、そういえばあのおもちゃ買ってもらえなかったです。思い出してください。どんな気持ちでした？寂しいです。ですよね。それって見捨てられた気持ちですよね。そうかもしれません。みたいな感じで、カウンセラーがこれが原因だぞっていう前提で引き出していく。
で、これ、私の友人でもあり、仲のいい心屋仁之助さんっていう人がやってる手法の一つで、彼の前提は、子供の時、お母さんを助けてあげられなかった。お母さんを幸せにしてあげられなかった。もしくはね、お母さんを父さんから守ってあげられなかった。だから自分は価値がないし、お母さんを幸せにするために頑張って我慢して頑張って我慢して、お母さんに迷惑かけないように自分で全部やんなきゃダメだっていう理論があるんですね、彼の中で。で、それで言われたら、すごくそれで楽になって、スッキリする人もいるし、いやー別にあんまりピンとこない人もいるんですね。まあ、こんな風に、どれかが万能じゃなく、どれもこれもそれなりに効果があります。どれかいい悪いか。ではないです。ではもう一回ちょっと全体見ていただいて、さあ、もしあなたがカウンセリングやったことあるならどの傾向があるか。やったことない。一度もない人は相談には乗ったことあります。部下の相談、メンバーの相談、子供の相談、もしくはね、学生時代友達の失恋した相談ですね。もうなんか俺も落ち込んで嫌だって言ったら、嫌だよね、なんでそんな気持ちになるんだろうねって言ったら1番。本当はその気持ちの先どうなりたいんだろうねって言ったら2番。いや、お前なんかちょっとくよくよしがちじゃないって言ったら3番。いや、お前どういう体験した時やっぱりこんな気分になるのって言ったら4番。いや、その時さ、お前の環境どうだったって言ったら5番。その時、そういう気分の時は周りに誰がいて、そうでない時は誰がいるって言ったら6番。そりゃ辛いねーっていうのが7番。うん。辛くて。なるほど。そうか。これが8番。それってさ、ひょっとして、砂糖取りすぎてないみたいなの。まあ、砂糖の取りすぎが、精神的に病んでるって思う人ももちろんいますんでね。砂糖の取りすぎじゃないとかね。それってさ、普通の水道水飲んでない。水道水が悪いんだよ。なんとか水飲れば良くなるよ。っていう人もいれば。それってさ、本当はお母さん助けられなかったって思ってないだよね。だから、自分は不完全だと思ってるよね。みたいな感じで、なんか自分が前提があって、その前提に、はまるようにはまるように聞いていってないか。さあ、あえて言えば、どの傾向が強いか。いくつか複合で構いませんから。これはカウンセラーの人もぜひ自分の傾向を考えてほしいし、クライアントカウンセリング受けたい人も、実は自分は人の話聞くときどれが強くあるので、皆さんぜひ自分はどうかという視点でぜひ見てください。チャンネル登録お願いします。次回の動画で会いましょう。